最初50ぐらいということを目標でやってましたけど、結局ね、地元の方優先なんていうお話でね、進めてたんで、どうしても断れない人が出てきちゃってね、55名になりました。私はね、やっぱりほら、今いろんな、なんていうの、客品とか量産品いっぱいね、氾濫してるんで、もうぜひね、こういう手仕事で作ったものをね、こうやっぱり値段は少々高いんですけど、そういうものにみんな触れてもらいたいんですよね。こういう人がいるんだっていうことね。だからこういうイベントすることによって、まあそれも自然の中でやるんでね、結構素材も自然との関わりの中から生まれてきた素材ばっかりなんで、間違いなくね、屋外で見せるよりもね、すごくこう見栄えもするしね、家族で来て、まあまあお子さん連れてきてもね、あと結構ね、手仕事匠なんていうタイトルになってますけど、やっぱり子供さんもね、こう見て楽しめる作品も結構あるんですよ。ですから、まあ飽きないで家族連れでは来れると思います。10月の第1土日で5日6日です。2日間やります。朝は9時半から、午後は初日が4時までで、まあ、2日目日曜日は3時までです。場所は柴田町のちょうど桜で有名な公園とはまた反対なんですけど、西の方にある太陽の村という自然の豊かな公園、ちょっと登りになってますけど、山の上なんで、もう自然の綺麗な太陽の村というところでやります。これはですね、もうとにかく東北6県、和本より関東の方からも素晴らしい手仕事、まあぬくもりある作品ですよね、手仕事ですから。で、一堂に集まって作家自身が展示販売ということなんで、まあ直接作品見れる、もう購入できるだけじゃなく、作家とね、いろんなお話もできると。それが最大のやっぱり魅力じゃないでしょうかね。まあ皆さん、ぜひいらしてください。